オデッセイ、オデッセイ、オデッセイとは、ラルフベアが開発し、マグナボックス社、マグノバックスから1972年9月に発売された、世界初の家庭用ゲーム機である。価格は99ドル。ドイツ生まれのユダヤ人のベアは、ナチスのユダヤ人迫害が激しくなったため、アメリカに亡命、後日のゲーム機、ブラウンボックスを作った時は、軍需関連企業の、現在は、 バイシステムズの一部で航空機のレーダーに関する仕事をしていた。なお戦後すぐの1946年には、オシロスコープを使いピンポンやテニスのようなミニゲームで遊んでいたと語っており、ビデオゲームに類するものとしては確認できる中では、最古であり、ベアは最初期のゲームプレイヤーの一人とみなされている。ベアは思いついたことはべてメモを取る癖があり、1966年8月に、 バス停で書かれたメモには、テレビで見たくもない番組に対応するにはどうしたらいいかテレビをゲームに使えばよいとなり、ここからゲーム作りが始まった。テレビ工学の学士号と技術を習得済みだったことからゲーム機作りは順調に進み、キツネと犬、ピンポンなど数種類のゲームが遊べるブラウンボックスを作って会社に売り込んだ。ブラウンボックスは茶色い箱で箱の横に、 ゲームの切り替えに使うスイッチがゲームの数け並んでおり、上部にはベアのサインが入っている。このためベアは最古のハード開発者であると同時にゲームクリエイターとしても認知されている。だがこの頃、不特定多数に遊ばれていたビデオゲームはスペースウォーだけだったこともあって、企業幹部からの反応は著しくなかった。そのため、モデルガンを改造した。 高専銃ゲームなどいくつかのゲームを追加、売り込みを続けた。その結果、実に5年も経った1971年に興味を示したマグナボックスの副社長の働きで製品化が決定、翌1972年から全米にオデッセイの名で売り出すことにした。オデッセイとは映画2001年宇宙の旅の固有名詞から取られたものである。オデッセイは、 発売前の1971年からアメリカ各地でプライベートショーを行い業界関係者に見てもらうことにした。宣伝にはフランク・シナトラまで起用された。オデッセイがマグナボックスにライセンス供与されることで一時的にサンダース・アソシエーツも収益を上げた。しかし当時の宣伝内容及び人々が家庭用ゲーム機について全く知らなかったが理由で、 マグナボックス社のテレビでなければ遊べないと思われてしまった。そのため、失敗しないほどに売れたもののヒットにまではいかず、1974年には生産を終了した。コントローラーは、ジョイスティックでなく、パドルコントローラーである。一つのコントローラーに、パドルが二つあり、上下左右の動きをサポートできる。現在の多くのビデオゲームについているボタン類はない。 ゲームの切り替えはスイッチでなくカードを差し込む。このカードにデータ読み書き機能等はなく、ただ切り替え回線が入っているのみである。一部のゲームは別売りカードを買わなければ遊べないようになっていた。ブラウンボックスにはついていた色と音は、オデッセイではコストの関係から省かれた。また、本体以外に以下のオプションが用意されていた。 ベアより少し後にビデオゲームの商業化を目指し始めたノーラン・ブッシュネルはアーケードゲームゲームでコンピュータースペースを出して失敗した。だが、その発売会社だったナッチング・アソシエイツ社の社長は1972年春カリフォルニア州バーリンゲームでのオデッセイのプライベートショーを知りブッシュネルに調べに行かせた。ブッシュネルはナッチング社長に そんなに面白いゲームではなかったと報告したものの、実際にはオデッセイに影響を受け当たり者を設立、オデッセイのピンポンゲームを真似て、ポン折らせ、世界で初めてヒットしたビデオゲームの名誉を勝ち取った。マグナボックスは、オデッセイ発売後すぐ、TV ゲームについての特許を登録。番号の一部を取って、480特許と呼ばれた。その2週間後、ポンのことを知ったが、 当時はベアがリサーチを行ったのみで、裁判については保留のままとしていた。しかし1976年にある会社が複数種のゲームが遊べる集積回路を発売することになったため、ポンを製造したあたり、及びコピーゲームを製造した各社に対し、いよいよ訴訟を起こした。2社は裁判所に出廷、マグナボックスは前述したベアの貴重面差の功績もあり、ブッシュネルが、 プライベートショーに出席した証拠や目撃証人やプライベートショーのサインも提出した。しかしブッシュネルも彼の弁護士も対応がさっぱりで自分で作ったコンピュータースペースの回路図さえ説明できなかった。スペースウォーの作者であるスティーブ・ラッセルも証言に登場している。結局あたりは事前にマグナボックスの弁護士に話を通していた。 法廷外和解による解決で、ライセンス料70万ドルを支払うこととなった。マグナボックスが、オデッセイで一番儲けた金額はこれだとも、言われているが、それでもベアはこれを、安いと語っている。オデッセイには、ポンの元になった、ピンポンゲームが入っていることから売れ行きに拍車が、かかったが、それでも1974年に製造を終了した。ベアも後になって、ポンが出なければ、 オデッセイはあんなに売れなかっただろうと語っている。日本ではオデッセイは発売されなかったが、次世代機のオデッセイがコートントレーディングといたり、エンタープライズより1982年9月に発売された。定価49,800円。あとに29,800円に値下げされた。8方向スティックプラス1ボタンのコントローラーが2個、付属するほか、 本体にもクワーティ配列のメンブレンキーボードが搭載されていた。ソフト1本付属、スピードウェイ、スピンアウト、暗号解読の3ゲーム。国産ソフトは1本もなく、国内発売のソフトは、米国発売のソフトの外箱に、カタカナのタイトル名で、ラベルが貼られ、モノクロの和訳マニュアルが添付された。インテレビジョンやダイナビジョンなどと並ぶ。 いわゆるファミコン登場以前の高級輸入ゲーム機の一つである。この後、ファミコンの登場により、他の多くのゲーム機と共に淘汰された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。